はいどうも、りょうへいです。お願いします。本日もまたまた、モンタンスポーツさんで撮影の方させていただいております。じゃあ、本日なんですけれども、以前、まあ、翔平さんと、ヒロトの方で、仮面スポーツさんの方で、撮影、させていただいてたんですが、その中で、まあ、ウェアを、撮っていたので、僕もちょっと対抗して負けじと、ウェアの方を、ご紹介していこうかなと思います。じゃあ、まずはじめ、もう出てますね。こちら、ベースボールジャンキー。のパーカーを、まず一つ目ですね。はい。ジャンキーさん。これね、Z なんですよ。こっち。ジャンキーってね、よくいろんなところで、まあ、マスクだったりとか、T シャツだったりとか、よく見ると思うんですけども、それの最新版のパーカーになります。で、ここにもね、ちゃんと、フードのところに、ベースボール、ジャンキーと。ベースボールジャンキー入ってるんですよね。こうやってすごいおしゃれですよね。これパーカーの内側が赤になってるので、そこもまたおしゃれだなといったところで、で生地としてはちょっと薄めのパーカーかなって、だから動きやすいっていう点では動きやすいパーカーになります。カラーがこちらに出ている黒、ネイビー、グレー、こっちですねの3色が新たに入荷されたということで、3色あればね、かぶりづらいのかな、まだ。なので、自分の好きなパーカーなんかも着れるので、でなおかつジャンキーね、可愛いからね、やっぱり。これ実はね、袖にもジャンキーマークが、ジャンキーがいるんですよ。まあ、なのでね、ちょっとおしゃれしたいなと、可愛いの着たいなって言った方は、いいんじゃないかなと思います。ちなみに、お値段の方が、7480円となっています。まあね、動きやすいパーカーでというので、ぜひ1枚持っといていいんじゃないかなと思います。続いても、Z さんになります。こちら、プロステータスのパーカーです。僕、これの、なんか2世代前ぐらいの、ジップのやつは持ってるんですよね。で、袖に、こうやって、プロステータスと入ってます。こっち、中が、フードの中が、こういう風になってて、この、ここの柄と同じような、柄がフードの内側にも入っています。でね、ここ、よく見ると、ところどころ、プロステータス、このね、文字が入っていて。いやー、おしゃれ。プロステータス、しかもこれ逆向きに入ったりとかもしてるし。これ逆さになったんですよね、プロステータスって。なんか、細かいところのおしゃれですよね、こういうのって。隠れミッキー身につけた、みたいな。結構、おしゃれだな、と思います。で、生地的には、なんだろうな、サラサラした生地。こっちは、普通の私服で着るようなパーカーの生地の薄めバージョン。こっちは、もうジャージ生地ですよね。ジャージ生地のパーカーでサラサラしていて、運動して、結構汗かいても、逆に汗がこもらないのかなっていう、感じの、パーカーとなっています。こちらも3色展開です。ネイビー、グレー、ブラックの3色展開となっています。正直、ネイビーが僕は一番かっこいいかなと。ただ、派手だったらグレー。ダンディーに決めたいんだったら黒といったような感じで、まあカラーも3種類あって選びやすいので、ぜひかっこいいなと思った方は、チェックの方お願いします。こちらお値段です。お値段お値段7590円です。こちらもね、運動しながらといった点ではいいので、ぜひぜひチェックの方お願いします。はい、じゃあ続いてはこちらです。はい、ウィルソンの、こっちは完璧に裏着物モフモフっとした感じのパーカーです。でね、このウィルソンのマークがね、もうアメリカっすよね。ザ・アメリカといったような発祥の地をね、思いっきり出したようなパーカーのデザインとなっています。でもこれワンポイントっすからね、これ私服着てもいいんじゃね、全然っていう。あ、気づかんかった。ここにもアメリカチックなウィルソンのマークが入ってますよ。こちらはさっきの Z とは違って思いっきりモフモフ裏肝タイプです。出てくるかな。うん、ほらこうやって裏肝ですね。なのでめちゃくちゃあったかい。なので試合後とかに、冬の練習とか試合後とかにこういうの着ると、まあ運動した熱を持ったのをそのまま閉じ込めて、さらに裏肝であったかくしてそのまま移動できるような感じで、しかもまあやおしゃれなんでね、本当にワンポイントでこうやって、なのでそのまま、まあ電車とかも乗っても全然大丈夫そうですし、こういったのはまあ私服で着るぐらいでもいい、めちゃくちゃいいですし、学生とかさんとかでもいいんじゃないかな。大学生とかは着たまんま講義出られるのかなっていうのもあります。で、お値段がこちら。はい、7700です。お値段7700になります。じゃあ最後の、パーカーがこちらです。はい、ウィルソン。またまたウィルソン。袖の部分にまたウィルソンと入っているパーカーです。こちらね、左右違うんですよ。色が、はい、こっちが、グレーでこっちがブラックとなっています。これめちゃくちゃ奇抜だけどおしゃれじゃないですか。でもポケットのところは黒ですよね、ちゃんと。生地のタイプとしてはさっきのアメリカチックなパーカーと同じタイプの生地で、モフモフっとした感じの生地になります。こっちも、おお、裏肝まで色違うのか。裏肝のタイプとなっていて、めちゃくちゃあったかそうです。これこれからの季節にぴったりそうですね。ウィルソンサーフと筆記体で入っています。これめちゃくちゃかっこよくないですか。なんか
いやこれ欲しいな普通にっていうぐらいめちゃくちゃなんか派手な色を使いたい、明るい色使いたい、でも暗い色もみたいな感じで一度に二度味わえるみたいなパーカーとなっています。でカラーがこちらのサックスに近いのかな、ブルーにネイビーとグレーにブラック、こちらカラー展開は2種類となっています。で爽やかに行きたい方なんかこっち、モノクロで行きたい方なんかはこっちっていうような感じで、こちらも自分の色の趣味に合わせて買えるのかなといったパーカーになります。はい、そしてこちらちょっとお値段上がります。9500円、まあ1万円ぐらいですね。ちょっとお値段は張るんですけれども、ブランド物のパーカー買うよりかは安いから私服で起きれますよこれ全然学生さん。はい、ということで本日はモンタンスポーツさんで新たに入荷されましたパーカーのご紹介をさせていただきました。パーカーだったらねこういうデザイン入ってても、あの部活とかでもさすがに登下校中に着るのはやばいかもしれないですけども、あの練習中とか自主練とかでも全然こういうパーカー着れると思いますし、なんならこのねプロステータスのパーカーなんか本当に練習中着れると思います。生地がスポーツ系の生地なのでっていうので、学生さんなんかも全然パーカーって着れると思いますので、ぜひぜひかっこいいなと思ったらここに検討してみてください。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。11月のプレゼント企画、よいしょいきましょういきましょういきましょう。こちらね、浜沢のグローブ、こちらはい視聴者プレゼントということで、僕らが実際に1回使って片付けもしてある状態でプレゼントします。これ重要あるのか、重要あるのか、いやもうそれだって伝統の玉沢さんですかね。そう、伝統の玉沢さんなんで、でこれを使った理由とかもらった理由っていうのは、あのまあ前原スポーツさんからこちらいただいたんですけど、1万人達成しておめでとうっていうお祝いでいただいたんですよ。でこちらを視聴者さんに、翔平 TV は視聴者さんにプレゼントしてくださいねって言ったんですけど、まあ初めてのキャメルのグローブ、どんなものかちょっと見てみたい、ちょっと使ってもいいですかね、使ってノックして片付けつけてその状態で、まあ、プレゼントするっていう話を、まあ言っちゃえばでも片付け済みだからすぐ使えるって言ってでは、そうですね、言い訳だけどね。そうロンT120あの飛ばす翔平が使ってたグローブです守備じゃない、守備じゃない、ちょっと違うか、背面はね綺麗なんですよ、背面綺麗ですけど、まあ、補給面はまあしょうがないですよね、磨きます磨きます、うん、良平さんの手入れをした状態で綺麗にした状態で送られるんで責任重大汚すだけ汚すってこちら応募条件がいくらかあるんですけど、動画の概要欄に一番上に貼ってます前原スポーツさんのインスタグラムをフォロー、はい、そして翔平 TV のチャンネル登録、そしてこの動画今後ね出るであろう発表までの動画に何回でも OK 熱いコメント、前原スポーツさんのグローブ欲しいです、玉さんのグローブ欲しいですとか熱い気持ちをコメントにぶつけてください。それで11月末に発表します。10月まで発表しないんでちょっと先に言っちゃうんですけど、11月30日に当選発表しますんで、まあ、こちらももらえるということで、今ね10月末はデサントのグローブ、はい、内野手を、で11月がこちら、なので皆さんぜひともチャンネル登録コメント高評価インスタのフォローよろしくお願いします。それではありがとうございました。チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。